ここはかつてシズマ財団と TPU が宇宙開拓の前線基地として設立した施設なんだ。つまり無人の基地にスフィアが住み着いたってことか。うん、火星からの調査でここにスフィアの巣を見つけて対処するために僕が来たんだ。俺も手伝います。無人の建物って不気味ですよね。そうだね。うわっ！大丈夫、この基地の警備ロボだけど今は動かないよ。なんだ、びっくりさせやがって。カナタ君、スマイルスマイル。ああそっか。でもそれなら。え、これは火星の避難所で君のご両親に会ったんだ。母ちゃんと父ちゃん無事だったんですか？うん、その中には君へのメッセージが入ってる。ありがとうございます。見つけたぞ、デッカー。あの時の異次元人、こいつが。もう一人。健吾さんを見つけないと。スフィアのやつ、健吾さんに何を。悪魔から逃げられるとでも思っているのか。光よ、終わりだ。どうなってんだ。Thank you.